な、はい、やったー、あー、このメンバーかー、あー、このメンバーか、いやいや、あそこ変わる、はい、こっちの方が、あ、そうか、生の方な、はい、あ、変わった、せやな、せやな、はい、よし、どうもすいませんよ、よーい、素敵なお姫様から、素敵なお姫様から、厚かましいお姫様でいっぱい見てくれてると思うんですけど、はい、アザス革命 G スター枠、よいしょ、ありがとうございます。まずは自己紹介からしていきます。一番、はい、G スタートめんどくさい、はい、31歳カズキキです。どうぞよろしくお願いします。はい、続きまして、G スター1主覧の松本キッドです。よろしくお願いします。はい、G スター1暴れる予定のよいしょ、よいしょ、そして G スター1イケメン枠を狙ってるサキトです。よいしょ、はい、どうですか、さあ皆さん、お手元にあるものを、はい、はい。今ただいま時刻が30分。はいはいはい、お手元にあるものをさえ皆さんにちょっと見せていただこうかなと。まずはい、サキトから、この手元の方をちょっと皆さんに。はい。ちょっとね、ユキさんが飲んできたみたいなんで、アワッシュ飲んでます。はい、ストロング持ってきました。ストロング。はい、テツヤ見せて。はい、ストロングです。はい、松本キッド両手で、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 2本、2本に来る。それじゃねえよ。はい、松本は2本です。はい。この後、営業にジースターに来てくれてる人、この4人とも全員もう酔っ払ってます。はい、なので、いきなり僕は速攻を潰しにかかります、みんなを。進化したんですね。進化しましたね、本当にね。いろいろ。こんなん見れるじゃないですか。あ、見れる見れる。うん、コメント、ただ、いきなり来ました。今、まあ、あと、シンさんの言葉じゃないんですけど、皆さん、小手半つけてくださいね。はい、小手半って。小手半つけてくれたら、誰かって言ってくれるんで、はい。はい、一応。あ、13日ですか。あ、13日の、感謝祭のイベントなんですけど、はい、みんな覚えてる？覚えてます。覚えてる？覚えてます。じゃあ、連想とかですか？ちょっと、連想するものをちょっと僕、はい、ジェントリーのヒカルさんからちょっと借りてきたんで、ちょっと哲也くん、あそこにある僕のカバンの中から、さっきの部品を。わぁ、あの先、みんな何やってたやつ。はい、もう、カバンごとでもいい。カバンごとで、カバンごとで。どうせエッチなやつでしょ？いや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 、これはやばいでしょ。はい、バレンシアガのカバンです。はい、パチモンって噂されてますけど、韓国では買ってません。はい。さあ行きましょう。誰かやった。はい、これを使います。やめろ。13日これを使います。はい、お客様感謝で、お客様に感謝を込めて、クラブ G スターから来ていただいた常連様に、はい、はい、プレゼントを差し上げようかなと思います。なんと、まあ、そのプレゼントの中身はね、はい、いろいろ等級に分かれてて、全然ね、いろんなプレゼントあるんで期待しててください。はい、僕ね、ニコロマ見ててめっちゃ思うんですけど、はい、8だけいつものが、8、8、8、8、8。パチ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 。あ、こういうことね。パチパチパチ。ビンゴ大会はしません。はい。もうちょっとビンゴ大会は。結構シンプルですよね。結構、さっきとほんまに今回、あれやんね。ちゃんとすごいです、もうほんまに。アテンション入ってる。上がってる。あ、喋るか喋らないか。うそやで、うそやで。今回の、あれはすごい。なんやろ。その13日にあるやつは。下手か。すごい。とりあえずさっきとは、なんか、1回アザス革命に出して。はい、出ましたよ。2回ぐらい出ましたよ。2回出てる。はい、2回出ました。逆に、ある意味の。俺より多いやん。今日3回目です。ある意味の。やる意味の神回って言われてる、たくみあおいさきとの、なんかお前、あれの方が、かなりなんか本人曰く、寝起きやったらしくて、超塩対応なんですよ。違う、普通に。何振っても、なんか、まあまあまあ。ピンクって。ピンク？これピンクっていう人が、小手半つけてくれてるから分かりやすく。はい、常連様じゃないからダメだな。そうそう、常連じゃないとダメなんですよ、最近、ほんまに。2回目ですもん、僕、まだまだ。僕2回目です、これで。そうやな、もっといっぱい出たいよな。はい、これこの、スターガイズさんの、まあ、企画で、こうやってニコ生をするようになって、はいはい、君たちも見たと思うねんけど、まあ、興味津々、まあ、シーンさんの番組の方で、うん、なんとまあ、ありがたいことに僕の家を、はい、めちゃくちゃ綺麗に荒らしてくれたんで、そう、はい、とりあえず、あれ YouTube 載ってるんですか？ YouTube 載せてます、はい。興味津々の神回と言われてる、僕の家に炭酸水ぶちまける。あれすごかったっすよね。ゆきさんやらないですか、あれは。あれはって何？いつもの保存するってやつは。あ、ポッて違う。あ、待って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 。あ、怖い、怒ってる、怒ってる。番組が違う、怒ってる。めっちゃ怒ってる。すいません、ちょっとごめんなさいね、お客様。
さあ、ナイス、さあ、ヤンケさん怒ってる。松本、松本、あの、ちなみに、ここは、ホスホスさんでは。あの、絶対よくやるけど。どれかどうかの判断はどうしたらいいんですか？それがいいですね。何からが常連なんですか？何からが常連、初回でなかったら。あ、それがいいですね。初回じゃなかったら、常連。そうそうそうね。初回じゃなかったらもう常連。リターンから常連。初回ワードで、いいんですか？宣伝しなくて、あの、12月。あ、いいですね。じゃあ、誰が、あの、宣伝するか、ちょっとじゃんけんできるか。はい、ちょっといい話あるんで、あの、いいね、ちょっとだけ身内乗りするんで、身内乗りするんで、はい。最初はグッ、じゃんけん、はい。最初はグッ、じゃんけん、はい。あ、そうですね。初回、12月。はい、12月。12月はですね、はい、なんと、嬉しい。あの、Gスター、ちょっと待ってください。すいません、皆さん待ってください。飲んでから言え、飲んでから言え、飲んでから言え。はい、はい、どうぞどうぞ。12月、はい、なんとなんとなんとなあなあなんとなあなあなんとストロングいただきました。どういうことやろ。はいはいはい、置いといて置いといて、しっかりしてくれよ。しっかりしてくれよ。はい、すいません、放送枠どれぐらいで終わります？もうちゃんと出てきて、あの、何この勢いだけ。あの、セット料金が30分無料です。初回の方。よいしょー、無料です、30分。無料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 。最初はグー、じゃんけん、ほい。はい、これ、ほい。てつや、俺負けたよな。てつや。絶対負けたよな、俺。え負けたけど、勢いよくごまかしたよな、今俺。自分でクー出したのに。まあでもはい、あの、初回の方にアザスグループからの、あの、ちょっとしたあのクリスマスプレゼントなんで、初回の方ははい、30分無料なんで、あの、なんていうかな、身分証だけ、あの、顔つき身分証の方だけ持って、はい、あの、青年の方は、はい、来ていただいたら、あの、無料で飲めるんで、はい、あの、まぁ、30分でちょっと時間があれなんですけれど、まぁ、それでもちょっと、あれって、あれって何すか？あの、締めねえだろ。あれって。単価上げれねえだろって言いたいんだろ。金使わせれねえだろって言いたいんだろ。お金使え、お金使え。金使え。あれやって。っていうか、俺、ちょっとほんまにさ、はい、なんか、二人とも気にならない。こいつ酔った時の、金使いってどうなんやろって。寄った時って人間って金遣いめっちゃ悪なるやん。すごいですよ、もう。ファン行くやん。知ってんの？知ってます。だってめっちゃ一緒にいますもん。いや、せっかくだよ、ちょっと。さっきと。松本ですか、こう、家に行った時に、なんか有料カードで、あるじゃないですか。有料カードあの、なんかみんなの増え方と、キッドさんの増え方が尋常じゃない。キッドさん、周りの人って強いカードだけ集めていくじゃないですか。キッドさん、雑魚から強いやつがあって。あ、君典型的に大人がいる人なんだよ。めちゃくちゃ。でも、これ、でもやっぱ、あかんわ。こんなる可能性あるね。こんな可能性あるね、やっぱ。やめてきます。やめてきます。すいません、あの、今多分、カットしといてくださいって、放送ができてるんですけど、なんか想像ついたらこうなる可能性が。でも、それはやっぱ店員さんが悪いんですけど、はい。はい、まあ、それ、はい、来たい方、実際ぜひ。すいません、ね、ごめん、下手か。このエピソード来たい人は実際ぜひ来てください。ちなみに、あの、キット伝説は他に持ってる。じゃあ、キットの伝説。他に。何すか、伝説って。なんか、キットの金遣いであったり、ちょっと。何すか。でも俺、あの、ほんまに普通に思ってんねんけど、全店舗、いろんな店舗もあるじゃないですか、ホストクラブって。例えば、うちやったら、Gスター。で、ジェントリー、ジェンライズ、サード。で、東京にジェントリー。あるじゃないですか。はいはいはい。あの、1店舗に絶対1人以上宇宙人は絶対働いてんねん。あー。もう多分、こいつの皮剥がしたら絶対グレイ出てくると思う。宇宙人は、はい。あの、だから、はい、あの、人間の皮をかぶった宇宙人ってことです。あー。キッドサーが。はい。なんか、だって僕あれっすもん、生まれた時の記憶ないっすもん。僕もないっす。ちょっと待って、それ普通やん。はい、普通やん。え、だって、逆にほんまに宇宙人やなって思うと、従業員もさ、まあ、松本キッドもそうやし、まあ、あの、東京ジェントリーやったら、あの、姫のランとか。あー、出てきてる。はい、ランランとか。で、あの、ジェンダイズは俺、
ちょっとランランけど、あの誰が今は宇宙人かなっていうのは分からんけど、ジェンライズは多分まあまあまあまともな。ジェンライズってあの人じゃないですか、あの宇宙人やっぱあの人じゃないですか。誰金本隆君。誰やねん。誰やねん。いないやねん。あの、はい、ゆきさん絡んでるじゃないですか。ゆきさん、お酒飲みたいでやんすっていう。わからへんわ。で、あの、13日、あの、コメント拾っていこう。13日、プレゼント渡す酒ですかって。はい、プレゼントを渡します。ただ、5位、4位、3位、2位、1位、この5つと、僕から特別賞のくじを入れてます。だくじで何当たるか。まああの、セブンイレブンの一番くんじゃないですけど、そんな感じで。はい、あの、1はすごい良かったですもんね。1良かったっす、ね。5位全部。5位も良かった。5位が1位から全部。じゃあちょっとあの、コメント拾っていきます。はい。さっきとその赤いやつは何をするため？これはもう普通に曲聴くだけの、普通のヘッドホンス。Bluetooth？ ミヤビとさ、そう、Bluetooth で。ミヤビとさきと、ビーツっす。ビーツ？ビーツっす。なんかみんな流行ってるよね。流行ってますよ、これ。もうすっげえいいっすよ。だから、てつや、あの、話せって来てるよ。てつや話せって来てるよ。多分、このてつや話せが、多分絶対、はい、大文字なんで。あの、てつやじゃん、あれやってよ。あの、前、あの、寮でやってた、あの、なんか。寮で？なんかテレビこうやるやつやってよ。ああいや準備いる、準備いる、いらんやってないっすね。やってないっすよ。乗ったんじゃないっすか、きっとさ。とりあえずすいません。はい、あの、面白くないかもしれないですけど、ちょっとじゃあ、見せてもらえますか。見せてもらえますか。ちょっと面白くないかもしれないですけど。このテレビ、めっちゃ可愛い。このテレビですよ、ね。このテレビ、なんか一発芸みたいな、このなんかやってた一発こう、はい、こういうやつやってよ。はいはい、ちなみにあの、このテレビ触らないように、なるほど。あ、テレビはここにありました。テレビはここにありました。あ、これでいいですか。これでいいですか。これでいいですか。3、3、2、2、1、はい、どうぞ。このダンスをする。いいよ。今、天才テレビくん見てるかと思った。恥ずかしいよ、もう。やめてくれるから。めっちゃ顔赤いですよ。大丈夫ですかね。めっちゃ顔赤いし。やばいですよね。はい、あの死ぬわ。ホストが一番飲んだらあかんお酒の、僕、あの、部類に入るのが、この、あの、ストロングゼロなんですよ。はい。なんでかっていうと、これ、うん、あの、僕ら店で使ってるカロリーなんて 3% か 4% なんですよ。こいつ舐めてるでしょ。9% なんですよ。9% でもう、あの、顔真っ赤っかです。あの、シャンパンと同じくらいの度数なんですよ、こいつ、実は。へぇー。しかも、あれもそんな。ほんまやな。ほんまや、あれ。帰ってみんねん。結局、梅酒の時待て待て、梅酒の時キットさん減ってない。キットさん減ってない。もう一本空いてる。もう僕も空いてます。やろ？はい。二本目やろ、俺も。あ、早いっす。そうやろ？早いっす。コカボンはいいです。はい、はい、はい、コカボン。まぁちょっとね、あの、デリサーブを含めてね、あの、新しいことがいっぱい最近増えてきたんでね。はい。あ、ちなみに、あの、うち、あの、クラブ G スターには、はい、まあ、チームを組んでるんですけど、その、リーダーを筆頭にチームっていうのがあって、まあ、彼らはチームリーダーから推薦されたチームのメンバーです。さきとのチームリーダー誰？僕は、キラさんです。フルネームで言うだけで、キラはフルネームじゃないと怒るから。獅子王キラさん。ありがとうございます。はい、哲也は？ハレルヤカエデさん。ありがとうございます。キッドは？僕ですか？誰チームか？何言ってんですか？チームリーダーの名前を。あ、チームリーダー。あ、あの、オオカミヤビ主任です。あの、待って、なんでオオカミヤビがそこまで詰まったの？はい。はい。よっとるぞ、よっとるぞ。はい、チームつかめてないですね。これ、つかめてないですね。はい、僕もチーム持ってるんですけど。今、僕をコントロールできるのはカエデさんだけです。誰かカエデ呼んでこい。めんどくさいのか。じゃあちょっとめんどくさいんで冷ますために、はい、CM 行きまーす。いや、いや、いや、CM、いや。CM お願いします。ホストの革命、アザスグループ。ワン、ツー、スリー、フォー。
ポストの革命、アザスグループ。はい、皆さん、あ、早っ。口ぶたした意味、そんなん口ぶたした意味、せっかく口、これで止めたったのにな。また飲み寄る。これも知らんぞ、違法営業中。飲むしかないでしょ。もう、まあ、僕もね、今日スタート出勤なんで、はい、バラバラに飲んできたんですけど、はい、アザスチャンパン、ちょうどいいアザスチャンパンの話をしようと思うんですけど、はい、うちのチャンパンもね、種類変わったんで、はい、まだこれの話ですか。まこれの話ですね、金の話やね、はい、金の話。はいはいはい。じゃあ、じゃあシャンパンの説明、じゃんけんしようか。はい。いくで、はい。こう目立てるチャンスやかな。最初はグー、じゃんけん、ほい。はい、はい、こうです。ほい。はい、こうです。ほい。最初はグー、じゃんけん、ほい。はい、はい、あきのさん。やばい、アザスいっぱいあるやろ。アザス3つあるやろ。はい、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 はい。あ、約1年。ペロンペロン。はい、はい、はい。まず、わかってるかな。シャンパンの本数が新しくなって3本あります。おー、やばい、3本あります。名前なんでしたっけ。はい、飲んでから言え、飲んでから言え、飲んでから言え。おい、飲んでから言え。アザスホワイト。来た。アザスホワイト、これはホワイト、はい、アザスホワイト500万円似てるんすかね。やかましい。味は、味はテレスさん、お値段から。アザスホワイト、お値段の方は4万。あー、イエーイ。安い、4万。間ほど安い。じゃあ初回って半額になるんですか。初回半額になります。いいでしょ。はい、半額になります。30分で無料で来てくれたお客様、初回シャンパンはアザスホワイト2万円で提供します。やったー、やったー。次はアザスレゼルブ。レゼルブ、いきなりアザスレゼルブ、ね、ましたね。アザスレゼルブで最後に、あ、真ん中が、はい、ロゼです。アザスロゼです。順番で言うと白ロゼレゼルブ。そう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 ロゼの値段は、そうそうそう、6万円です。いやー、これは半額に、これは半額に。キットが重い。これは半額になるんですか、ゆうきさん。これは半額になりまっせーまっせーまっせー。すみません、なります。はい、初回の方は3万円になります。アザスレゼルブ、さあ、さっきとお値段の方は3万10万円。安い、一番安い。待て、待て、ホワイトより安い。お前、レゼルブって、お前結構いいやつやぞ。10万円や、10万円。もう松本さん画面から外れて酒ずっと飲んでるよ。お前疲れた、疲れた。自由か、お前は。自由っすね。自由っす、自由すぎる。めっちゃ自由っすね。うわ、もうやばいなこれ。自由すぎる。はい、アザースレベルは10万円です。これは半額にはなりません。もらっていいっすか。はい、うん、これで食べましょう。ちょっと哲也とないと、はい、お前チューすんなお前ら。そんなもん、ニコ生で見たくないからチューすんなよ。顔が近い、顔が近い、チューすんなよ。俺の唇はもうスターガイズさんだけのもん。俺の唇はスターガイズさんだけのもん、はい、じゃあスターガイズの人が来たらチューすんねんな。はい、あ、らしいです。らしいです。あ、ぜ、あ、あ、結構ですか。全力で言い上げております。結構です、はい、結構ですって。結構です、はい。怖い、怖い、怖い、怖い。大有名なね、お二人がね、はい、お名前出しても大丈夫ですか。大丈夫です。島田さんと、はい、クワマンこと原さんがいらっしゃるんですけどね、この二人は。はい。でもクワマンさんはチューしたい。クワマンさんってあれですよね、東京ゼロ三みたいな。東京ゼロ三みたいな。いてますよね、東京ゼロ三みたいな人が一人。多分違う人じゃないかな。東京03って何や。東京03って言いますよね。クワマンさんはクワマンさん。アザスの社長が、メガネかけたみたいな人ですよね。違います。カウントダウン、今月合同、はい、カウントダウンです。流されたわ、はい、全部流しました、はい、東京03とかもあんまり分からなかったんで、はい、流しました。はい、スタッフに頼るな。ほら、頼ったらあかん、はい、怒られてるやん。ごめんなさい。はい、ごめんなさい。ごめんなさい。はい、松本キット、いい感じに言っております。だ結構入ってます。いい感じに。そうっすよね。もう一本欲しいっすわ。
もう一本開いてました。開いた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 。僕が開けました。こっちとこっちちょっと飲みたいから、これ飲みたいから、これもう僕の特徴。ちなみにこれストロングあこっちのゼロはなんか一応やんな飲んだら、え飲みやすくないですか、めっちゃ酒に頼るな、やってんいやいや、でもまあまあ赤いですよ。あの、めっちゃ強い。シャバーン。ショボン来た。シャバーン。シャバーン。シャバーン。ワッショイじゃないですか、もう。今何人見てるワッショイ、よしこいかーりな。カウントダウンがまだ全店合同に出るのは何かは、決まっておりません。はい。今またあの、分かりしてそれはあの、講座であったり、なんかあの、ウェブ媒体で、はい。しっかり出すので多分来ると思う、はい、誰ですか、ちょっと失礼しますね。まあまあ今日はねコメントしてくれてるんでね、これほんまっすか、初めてありがとうございます。これまあどことどこが合同、まあジースターの箱ならもしかしたら全店かもしれないですね、まあ、分かんないですね、まだそれはまああ初見やって、初見さんいらっしゃいせなあかんちゃん、これ初見さんいらっしゃい、はい、このネタのツイキャスで僕ようやってます、はい、すいません、ほんまにもう。松本くんロイヤルで話したら真面目すぎてびっくりした。松本って真面目なの？僕っすか？僕めっちゃ真面目な部類のような気もするし、気もしないし。サキトが、やばい。くそだ。いや、サキトさんはめっちゃ顔赤いっす。あの、サキトがもう出勤できないレベルに寄ってます。寄ってます。はい。家近いし帰ろう。待て待て待て。休むな、休むな、頼むわ。わからない。わからない。わからないなら帰ってきてるや。ちょっとごめんね。帰ろう今日は。暑いわ、ほんまに。この若いの子といると暑なる、ほんまに。若い。全然酔ってないっすよ。いや、俺結構酒飲んだよ。全員酔って飲んでるから、普通に。あれって言う人が。あれって。はい、あ、ちなみに皆さんちょっと聞いてみたいです、あえてなんですけど、女子がちょっとクリスマスプレゼントにもらって嬉しいプレゼントちょっと聞きたいです、僕逆に。あの女子が時間を相手にあげましょう。どこ行きますか。はい、時間やとしたらですか。はい、どこ行きますか。島の地公園浜見つめます。浜見つめます。はい、カウントダウンありがとうございます。僕どこ来てください。はい、あ、山形からありがとうございます。で、ヒロミさん、寒くないですか山形。まだあります。はい、で、プレゼント、はい、教えてください。女子がもらって嬉しいプレゼント、まあ男としては僕がクリスマスプレゼントもらって嬉しい、はい、でどうだよ。でみんな考えてないと、はい、そうだ、はいはいはい、でここでコメントでやったやつをゆきさんお客さんにあげて夜遊び叩かれるっていう、やかましいわ。それやりたいんですよね。それやりたい、叩かれたいんだよ。まあ、ゆきさんはもうド M なんだよ。じゃあ逆にさきと、お前多分まとまないから聞くわ。クリスマスプレゼントお前がもらいたいプレゼント、僕欲しいのっすか。はい、僕欲しい、財布欲しいです。あ、財布欲しい。お前ちょっとリアルすぎるな。ちなみにどこのブランド。僕はなんやろ、何でもいいや。ビト欲しいっす。ビト欲しい。セテアは？僕、バーバリーっす。あ、バーバリー欲しい。何欲しい？何ですか？プレゼント、誕生日プレゼント。チョコレート。じゃあ、誕生日ちゃうわ。チョコレート。財布やと欲しいじゃないですか。あ、ブランドブランド。じゃあ、何でもいい。ブランドもんでも何でもいい。普通にも、僕、明治のチョコレートでいいです。あ、でも、なんか、バーバー、そっちの方が、一生懸命、考えてくれたら何でもいいですね。そうですね。アクセサリーが欲しいとか、お金厚かましいやつやな、これ誰や、ほんま。わかった。頑張ってピンクローター選んでも文句言わんといてね。はい、次、財布欲しい。あー、みんなそうやな。そうだよね。はい、やっぱり。はい、これも、はい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 、僕、クリスマスプレゼントにめっちゃやってほしいことがあります。クリスマスプレゼントやってほしいこと、あとじゃあ、めっちゃやってほしいこと、一つあります。お願いします。はい、どうぞ。夜遊びのサイト元に戻してほしい。今めっちゃ見にくい。新しく変わって。待って、めっちゃ見にくい。あれ、無理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 。夜遊びが今見にくくなって、かつ URL とか貼られへん規制かけたから、俺らまだ助かってんねんで。ほんまっすか。はい。一時期俺も痛い目で会ってるから、あれは。愛が欲しい。愛はあげる。嘘でもいいから叩いてよ。やかましは。最後に愛は勝つんです。とりあえず4分前って書いてるからよ。はい、久々じいさんおいで。今日来たら、この4人、もうぶっ飛んでるから。ぶっ飛んでます。そう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 。ぶっ飛んでます。いきなり来たからハイテンション。入店してからハイテンション。今年コスプレですか？
一応僕のテーマがースでクリスマス、毎年クリスマス僕体全力で張るんですけど、今年の僕のコスプレはあの捕まる一歩手前がテーマです。あの捕まるあのどういった形で捕まるかどうかわからんけど、なるほど、はい、捕まる一歩手前を頑張ろうかなと思います。だから僕のお意味はあのキム・ジョンイルですか、誰がやかましいのか言ったかやろ今お前今そう韓国とか朝鮮系のネタ今一番あかんからやめろ、マジでやめろ。平和な日行くって、ね、今日も平和やね、今日も平和やね、今日も平和よ、こんなん、うん、あれや、予定不思議入らんわ。じゃあちょっとあのクリスマスに向けてちょっとあの皆さんにやっぱりちょっとお姫に一人ずつあの一言来てほしいの気持ちをちょっと伝えて、松本キッドから。僕ですか、はい、僕松本キッドです。こっちこっちカメラ、こっちカメラ、こっちそうそう、あ、はい、カメラここじゃない、あのスターガイズさん、僕があの日本一になれるようにいっぱい宣伝してほしいです。スタッフに頼るな。ほんまに、ほんまにあのやっぱ自分一人の力じゃやっぱ無理やと思うんで、スターガイズさんに協力してほしいんですけど、このばかりってはいの返事欲しいです。すいません、あのクリスマスプレゼントに何かしてもらうの。なるほど、はいはい、哲也プレゼントですよね、はい、はい、アピールとプレゼント、アピールが、はい、なるほど、なんでこれ、はい、あ3分しかないから急いでね、負けてね、はい、頭回る、はい、来てくれたらご飯奢ってくれます。俺が、はい。じゃあ、さきと、寝るなよ。お金今寝てたな。お前寝てた。さきと。お金使ってください。やかますよ。もう、ちゃうね、そんなんだ。ちゃうね、わかりやすいで、やばい。誰、はい、最後、ゆきたー。はい、じいさん、はい、いろいろと、激動の1ヶ月ですが、皆さん、楽しいイベント、いっぱいメリットがあるイベント多いんで、はい、来てください。ただ、さっきと寝るなよ。真面目っすね。先月ナンバーワンの中によう喋るな。ちょっと待って。ようしゃべるっすねー、お前。なんでようしゃべるわ。言うだけかっこつけてねー、なんかもう。助けて、誰がよう喋るの。でも、飲んでるものは、飲んでるものは、リーブ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 リもう言いたいな、もう言いたいな。全員クリスマス金使え、今ある金は今使う。もう怖いわ、絶対また俺プチマ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 チって言われてんね、おとなしくしてたのに、ほんまに。誰に？全員に。あ、今日ある金は今日使え。オッケー、もう言うたら全員で。誰よ誰よ誰よ、全員で。誰よ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 。無視戦闘機はゆきさん好き。気持ち悪い、どうしたらいいですか。助けてください。ゆきさん好き。はい、じゃあもう最後20秒ぐらいしかないですけど、世界で18番目ぐらいです。すいませんね、ごめんなさいね、ごめんなさいね。18番目最後は、はい、徹夜のカメハメハで終わりたいと思います。え、もう終わるんですか。え、こっそり打ちました。はい、行きましょう、行きましょう、全力のカメハメハ。じゃあ皆さん、え、これで終わるんですか。アザス革命、もう、しょうもない30分ですが、ありがとうございました。じゃあ徹夜最後よろしく、5秒。カーメー、カーメー、カーメー、はー、ありがとうございました。早っ、え、ほんまに終わるの。俺の日回りのミスで膝を振り向いた君の。You're ready to go.